はい、どうも、哲学とです。今回はですね、いつも、チャレンジリフトのね、動画、楽しみにしてくださってる皆さんありがとうございます。なんかですね、チャレンジリフト371もですね、朝ちょっと確認しに来てみたんですけど、ちょっと更新の方が、また行われてないみたいで、PC 版の方はおそらくね、正常に更新されているのかなと思うので、何かしらね、なんかちょっとシステム的な不具合が最近あるのかなという感じなので、また更新があったらね、もちろん371の動画上げていこうかなとは思ってるんですけども、CS 基盤の場合はちょっと、PC 版とね、データの連携とか、更新情報の連携とか、少しシステムが違うんでね、こういうこともたまにあるよという感じですね。はい。で、ディアブロ3の方、そうですね、配信も待ってくださってる方いらっしゃるみたいなんですけど、ちょいちょいね、プレイ自体は実は続けていて、火の鳥のウィザードの方も1000を超えてね、来てますので。なので、今シーズンね、結構楽しめる要素って実は、あるので、なのでね、ぜひやってみてほしいなと思います。で、せっかく動画撮るんで、火の鳥一回回しながら、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、今シーズンはですね、すでに、シーズンジャーニーの動画出させていただいたんですけど、シーズンジャーニーの方ね、ペットに関しては、今シーズン初めてもらえるものもありますので、なので過去シーズンやってて、今シーズンやろうかとか迷ってるって方はぜひね、今シーズン限定の、ご褒美みたいなものもありますので、それをモチベにやってみるっていうのもいいかなという感じがしますね。ね、やっぱりなんだかんだで今シーズンで、過去でもかなり強いバフの一つであったり、シリアルの方がね、来ていて、で、なおかつ儀式の祭壇の方は、火力面の部分は少しね、他のシーズンのバフと組み合わせて使えるようにするという、方針なんでね。なので、多少弱体化してんだけど、トータルとして合わせると、確実に、過去、最強シーズン、特にそうですね、課題枠3枠の全シーズンを超えるような火力が出るようなシーズンになってますので、せっかくだったら、ディアブロ3の方もね、ちょっと遊んでみてほしいなと思っています。そうなんだよね。チャレンジリフト、私も、3年半近くかな。毎週プレイしてきてるんですけど、やっぱね、結構そういう、不具合でなかなかね、更新されなかったりとか、そういう時も結構あるんで。なので、おそらく、週の後半とかでね、更新来る可能性もあるんで、気長に待ちたいところかなとは思ってますけど、儀式の祭壇の解放とか、そういうのをやるときに、チャレンジリフトの箱そのものが必要になるんでね。なので、そのためにやっぱり、やる必要があるというところがあるので、うまいこと復旧してくれるといいなという感じがしますけどね。チャレリーが更新されないって、PC 版は基本そういうことないんだけど、CS 版の場合はちょくちょくある問題だったりもするんで、あんまり気を落とさずにやっていただけたらなという感じがしますね。そう。ディアブロ3なんだかんだね、私も毎週禁断症状が出ちゃうんで、4が始まってからもなんだかんだで毎週、チャレンジリフトが終わってからちょっと、GR で遊ぶみたいな感じでね、ここ1年ぐらいは遊んでるっていう感じなんですけど、パラゴンレベルの方もね、ひたすら上げていくことができるし、シーズンになると特に火力の方も、儀式の祭壇と合わせてかなり上がってくれるので。なので、そうね、GR150 まだクリアしたことないとか、買ったばっかりの方とかでもね、結構簡単ではないけど、ちゃんと育成をしていけば、150クリア、狙えるんじゃないかなと思いますので。
過去の解説動画で、まあ一通りなんだろうな。まあこの火の鳥ウィザードなんかについては私の知っていることは、まあ語り尽くしているかなというところもあるんですけど、なんだろうな、私自身がまあ、まだ2分台、JR150 の2分台っていうのはまだ経験してないので、なので、なんとか、まあレベルを上げきってね、今シーズン、まあ自分の中での自己記録更新っていう意味でね、まあ2分台目指してみるっていうのもありかなと思っているんですが、まあ、なんだろうな。他の、まあ、ハクズラとかもあるし、まあ、来週からまたね、ディアブロ4の方のシーズン始まるので、まあ、3の方は、まあ、こう、なんていうのかな、ちょくちょくこう、まあ、配信メインでやるのもいいかなと思ってますね、今ね。むしろ、なんか、ね、こういう GR の集会とかだとさ、配信メインでやった方が、みんな楽しめるかなという感じもするので、そんな感じで考えているところでございますね。まあなんかそうなんだよね、夕方来てるかなと思ったんですけど、まだ来てないみたいなんで、なのでまあおそらくね、まあその週の後半とかに更新が来てくれる時とかもあったりするんで、まあ、気づいてね、たら直してくれると思うんでね、あんまりまあ焦らず待つしかないかなというところでありますけど、お、石リアル出ましたね。どうかな。そう。で、石リアルについては、なんか私自身も忘れてたんですけど、レベルの低いキャラクターでね、あ、これいいなぁ。あ、でもこれ 20% なのかな、可変値。そうだよね。そんな気がする。そうなんだよね。エクスプロシブブラスト、あ、でもこっちの方がいいんだよね。なので、これでやっていくか。そう、このね、無限なる深淵のオーブ出ちゃった場合は、なんだっけ、デスウィッシュの方をカナイキューブの方の枠に入れれば、なんていうのかな。デスウィッシュって結構 325% の最大のやつ引くのね、大変なんで、いい可能性もあるので、そう。ちなみに火の鳥で、まあ、150目指す人向けのアドバイスとしては、結構ね、このマンソンの杖強いですね。昔は結構他の、ウィザードスパイクとかでも、火力出てたんですけど、火の鳥ツイスターでね、上行く場合だったら、まあ、両手杖のマンソンの方がね、火力出るんで。なので、まあ、これからやるっていう方は、まあ、マンソンの杖ね、ちょっとお試しいただけたらなと思いますね。はい。ということで、まあ、まだね、まあ、チャレンジリフトの方、CS 版は更新が来てないみたいなんですけども、まあ、なんだろう、更新が来次第またね、動画の方作りたいと思ってますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということで、まあ、ディアブロ3ね、まあ、ちょっと時間を作ってね、また配信の方やりたいと思いますので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。どうもありがとうございました。哲学とでした。